丈夫。一旦隠れろ。引きつける。マクト、こっちだ。急げ、次が来るぞ。ほら、来る。立て直せ。援護するよ。これだ。旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。
ダメだ。こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。ああ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。俺、働き。つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい。せーの。ないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても買わないでしょ。プロンプト離してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげー近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。もう近いはずだが。待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、
この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？ノクト、ここオートの金使えないよ。ならイグニスが用意してきたんだろう。聞いてみる。宿泊と自炊。いらっしゃいませ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あ、あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代出すから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練。やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。
これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。あ、今日はどんな武器が欲しいんだ。受け取ってくれ。また来いよ。外の品揃えって違うな。そういうもんか。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。当然。よし、次の地点へ向かおう。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気をつけろ。俺一人でもやれそうじゃない？期待だな。戦い慣れてる。まあな。おい、悪い。ブロット待って待った。状況は？心配するほどじゃない。よし、臨機応変にな。おお、いいね。当然だ。一箇所。
さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。お、こいつらで最後だ。気抜くなよ。こっちにもモンスターいるじゃん。よし、戦ってこい。いや、これだけ行くとこないでしょ。ノクト、シフトブレイクして敵のガードを崩せ。完璧だ。連携成功。調子いいじゃねえか。当然。しっかり敵を見極めて、もっと気を。はいはい。よし、やったな。あれ、電話。はい、シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった、見てみる。シドニーから？何だって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。調子いいじゃねえか。素早いな。もう少し早めに終わらせたかったな。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。あ、いや待ってくれ、提案がある。
なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。無事だな。先、そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。ええぜ、俺たちに任せとけ。恩に着る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ、気合い入れて臨もうぜ。一旦休憩して、体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。着いたぞ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。
一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに？やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？ああ来るぞ。うわデュアルホーン。おー、やった、すっげえ。さすが。まだだ。さあ、からだぜ。エグニス、指示。ノクト、応戦しろ。はいよ。危ない。行こうぜ。ああ、うん。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。わかった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。
歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ？うわ、やっぱ。でっか。あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。よし、着いた。待たせたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。準備はできているか？あ、行こうか。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行きゃいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあその時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。
休憩しようよ、休憩。だな、喉乾いた。よし、やってこうぜ。無駄遣いするなよ。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。ちょっといいかい？さっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの教会か。ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト、ついでだし持ってってあげようよ。準備はできているか？あ、
次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分、政略的な結婚じゃん？だが、ルナフレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ？はあ、あ、何それ、テレ。はあ？派手な渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいからリゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。ああ楽しみだな。回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外ってこの辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。お、いい感じ。いらっしゃいませ。またお待ちしております。ガーディナにようこそ。ああ残念なお知らせです。はあ、船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよ、それ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。
船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見ていたが。お腹すいた。うん、うまいな。すぐそこで。ようこそお越しくださいました。本日はどちらをご用意いたしますか。メニューはこちらです。倒してくれればありがたいけど。またいらしてくださいね。あ、よく食べたわ。やはり運休か。なんだ。ああ、船いないよ。なんで？今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。もう一泊するしかないな。オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃ、聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃ、静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ、宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら、王子の情報売っちゃう感じで。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。もう一泊するしかないな。今日は久々の休みだ。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はしたくない。ちゃんと出るのかしら。いい匂い。式の後は王都にお連れするの？ルナフレーナ様。お、まあな、すぐじゃねえけど。おおほほ、しっかしノクトが結婚か。あね、実際のとこどんな心境？猫、どうした？散歩中か。仲間とはぐれたか。あ、じゃあ腹減ってる。減ってんのか。わかった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。
猫の餌か？近くで釣りでもする？